どうも、旅ってこんなもん TV の高と食パンです。はい、コラボです。はい、まあ、今から食パンさんの方の動画でアップされる、まあ、キャンプ飯、キャンプ飯とか、まあ、ちょっとしたキャンプテクニックというか、なるほど、っていうのをね、まあ、伝授してもらうっていう、まあ、伝授って言い方おかしいかもしれんけど、まあ、でもあんまりキャンプが普段されてないっていうか、そうそうそう、あんま好きじゃないんで、まあそこをもう好きにさせてあげます。はい、まあちょっとで、ね、学ぶっていう意味も込めて、今からそのキャンプ場にドライブで向かうんですけども、その道中であったりとか、そのキャンプしてる様子とかも、まあ、ちょっと皆さんにね見せれたらなと思います。では早速行きましょう。レッツゴー、レッツゴー、旅コン TV。 あ、ここあれやん。え、次に行こうか。行きましょう。ここあれね、チンスポットというか結構珍しいスポットで、高橋さんに紹介してもらったこのレトロなトンネル。え、すごい、すごいよな、レンガ水路と、うん、そう、レンガすごい。あ、こっちから行けますね。行ける、行けます、行けます。すげえ、ここやったね、今思えば。わ、すごい。隠れチンスポットでトワルさんと一緒に行きました。チャンネル登録1000人まで行ったから、で1年半ぐらい、1年半、ちょうどほんまに1年半ぐらい。すごいな、早いな。いやー、でもどうなんですか。でもブームとかにもよりますけどね、今はめっちゃブームやからっていうのは。しかもまあ、よう俺とやってきたもんな。いやー、確かに大変やった1年半は、ほんまに大変でしたけど、なかなか。いや、ありがとうございます。いや、もちろん、コラボもついてる。単純に自分自身が楽しみたかっただけだし、なんか周りの YouTuber とか結構コラボしてる人多いからいいなって思ってて。はい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 。確かになんかいろいろね、もっと気軽になんかコラボできたら。そうそうそうね。これが吉野川です。吉野川来た、来ましたよ。何気に吉野川でキャンプ初めて。奈良に住んでんのに。奈良に住んでんのに。でもそれ以外のところでいっぱいしてるベテランやからな。そうなんですよね。なんかそもそも僕趣味としてちっちゃい頃からそんなバーベキューとかしてこやんかったんで、うん、ほんまに大きくなってからやからね。なるほど。こういうベタなところって意外とできないんですよ。でも逆にさ、してこへんかったからこそ大人になったらさ、いろんな情報とかさ、子供の頃よりなんか分かること多いから。ああ、それはありますね。だからなんか楽しいやろな。はいはい、確かに。ここから入るんですかね。そうやな、ここから入るんだ。指定されてるところ以外では本来はしたらダメなんですか。いるな、割かし人。思いますね。まあもっと多いけどな。ここからですか。ここや、ここにスーパーあるからな。あ、飲み物とかいらんの。飲み物ね、あ、持ってきます。 あ、そう、コーラ飲めます。飲める飲める。水とかはないんですけど、水とかどうですか。一応自分のお茶だけ持ってきてる。もここのバス停がもうリバーヒールド吉野なの。ほんまや。食パンさんが今キャンプ場を紹介ということでね、カメラ回されてます。斬新。ユーチューバーを撮影する。リバーフィールド吉野っていうところなんですけど、ここですね。基本的に、ね、奈良県の吉野川っていうでっかい川があるんですけど、吉野川ではマナー違反とかが結構多くて、指定されてる場所以外ではバーベキューができないんで、そこだけお気をつけください。でゴミをねちゃんと捨てるところがあるんで、めっちゃ便利。これがありがたい。そう、意外とね。ここ裏側、本来ここカット入るんやけども、ちょっとカットなしで今撮ってます。意外とね、そう、全然映ってもらってますけど、意外とあれなんですよ、ゴミ捨てるとこなかったりとか、持ち帰ってそう、結構さ、そこちゃんと紹介してくれてるやん、食パンさんの動画。結構大事なの、たまにゴミ持って帰らなかんのか、捨てれんのかって結構大事やな。あ、そうなんや。僕が大学とかの時にこれはなかったよ。あ、そうなんですね、うん、やっぱりちょっと今昔は多分ね、ほんまに吉野川って言ったらどこでもバーベキューできるって感じだったと思うんですけど、マナー違反がすごい増えたってことで、ちゃんと整備されてるんでね、ちゃんとしっかりお金取って、その分ゴミも回収してくれるってことで、はい、で何よりさ、やっぱ吉野ストアが近くにあるっていうのはありがたいよな。
これはいい。吉野ストアっていう超ローカルなスーパーなんですけど、はい、目の前にスーパーあるし、近くにはねガス、ちょうどこっから見えへんけどガソリンスタンドもあるんですよ。あるある、うん、出光ガソリンスタンドもあるし、ローソンは確か向こうにね、そうそうそう、ね、昔なんか友達がサンダルが潰れてしまって途中でこう買い出しに行ったって思い出がある。そんなこともできるんだ。そうそうそう、それはすごいとりあえずこれからまあ僕の今日は全て僕が道具とか材料とか用意させてもらってるんで、はい、あのもう本当にゲストのタカさんにいろいろ試してね、楽しんでもらいたいと思います。わあ、コーラの炭酸がシュワー飽きとるやん。浸かるぐらいまで入れとこうかな。とりあえずコーラこんだけと、あと醤油も入れる。だいたいなんかね、ちっちゃいぐらい。これがユーチューバーの裏側でございます。あ、こうやって体を張って吉野川に足をつけながらこう撮影する。そう、体張るのは大事ですよ、ね、食パンチャンネル。視聴者の方がなかなかできないことをするのがユーチューバーです。かっこいいな、誰も真似できんほら裸足で。あ、でもあまり無理はしすぎない、無理はしすぎないんですよ。そうそう、 YouTube っていうだけで結構無理してな、命を落とす人もいるわけやから。命が一番大事。そう、怪我もな、怪我なくすることが大事。これが大人の YouTuber、 食パンチャンネル。しっかりしてるんですよ。でもわりかし人もいるしね。うん、平日でもこんだけ、ね、いろんなことがいるから、人がすごいでしょうね。